チャオ、コンチャスクです。ロボットしかいない街、何もない、続きやっていきます。次はステージ18。結構来たね。ステージ18かも。この浜辺の近く、浜辺かな?わかんないけど、ゴミ捨て場で見つかったロボット少年が、まあ母親を探してる旅なんだけど、まあ、今のところ一切母親の情報ないんだよね。まああるとすれば、絵の中に住んでるクジラっていうやつが、まあ何でも知ってる物知りらしいんだけど、母親の他にもう一人誰かいたんだけど、それは知らないのかい?みたいな。ちょっとなんか謎を残していったんだけど、それってお父さんの話?って俺は思ったんだけど。でも、お母さん言いまくってる割にはお父さんの話は一切出てこないから関係ないのかな。あとロボット少年も元々は人間なのか、今も人間なのか、それとも人間関係ない本当無から生まれたロボットなのか、一切わかんないんだよね。まあもうすぐ謎が解き明かされそうな気もするんだけど、続きやっていきます。今回はどんな話かな?ステージ18、ケージ、カゴ?檻?うわぁ、なんかあれ。なんか、もふもふで埋まってるぞ。主人公。すごい部屋だ。子供部屋みたいにごちゃごちゃしてる。そうだね。なんか上からいっぱい吊るされてんな。ぬいぐるみか?たくさん吊るされているのは、ぬいぐるみかな?ロボットかな?わぁ、ロボットいそうだね。それにしても、不思議な部屋だな。全体的に散らかっているし。は、まあ、俺の部屋も散らかってますけど。いろんなものが床に落ちている。うん。部屋全体は広そうだけど、ここにお母さんはいるのかな?いないんじゃね?誰かいないの?僕聞きたいことがあるんだ。あのモフモフ生きてそうじゃない?なんかさ、左の方さ、白い糸で巻かれてんじゃん。3匹ぐらい、ぬいぐるみが。あれってモフモフの毛じゃない?人を探してるんだけど、返事がない。喋れるロボットはいないかな?クエスチョン、喋れるロボットを探そう。じゃあこの吊るされてる左の方にいるクマのやつ。お、喋れんのかお前。ねえ、君は喋ることはできないの?僕、聞きたいことがあって、ここに来たんだ。喋れそうで喋れない。なんだ?ロボットとして生きてるけど、喋る機能はないってことか。寝てたのか?ん?わあ、びっくりした。あんた顔怖いわよ。急に近づいてこないでよ。すみません。ごめん。私ってば、また寝てたのね。ずっと逆さまでいると、頭に血が昇っちゃって。ロボットに血なんかねえだろ。まあ、でもオイルも昇っちゃうか。下ろそうか?お気遣いなく、大丈夫よ。大丈夫なんかい。そっか、わかった。で、あなた、用は何?何か用があって、私のことを起こしたんでしょ?そうなんだ。僕、お母さんを探しているんだけど。あら、なら、ここじゃないところを渡った方がいいわ。どうして?この部屋、喋れるロボットは、私以外いないの。あ、そうなんだ。たまたま一発で見つけちまったぜ。てっきりモフモフが生きてるやつなのかと思ってたけど。お母さんはロボットじゃない。人間なんだ。人間?なら、なおさら心当たりがないわ。どこの誰かもわからないような人間なんて、一度も見てないもの。あ、そうっすか。そっか、そうだよね。ここにいるのはみんな、ただのぬいぐるみってこと?ぬいぐるみとは違うわ。時間が経って動けなくなったロボットたちよ。なるほど。元ロボットってことだね。今はもう動けないただのぬいぐるみってことだ。ここにいるの全部?そ、あなたは何者なの?私たちのことをよく知らないみたいだけど。もしかしてあなたはロボットじゃないのかしら?それとも他のロボットたちみたいに全部忘れてただとぼけたふりをしているだけ?僕は人間だよ。本当かな?お母さんを探しにこの町まで来たんだ。まあこういうのって本人に聞いても意味がないわよね。そうなんだ。でもまあいいわ。あなたが人間だって信じてあげる。ありがとう。
それで、まあ、さっきの話の続きね。私たちはロボットだから、こうして人間がいなくなった後も動いているわけなんだけど、それでもずっと動けるわけじゃないのよね。大きな衝撃で壊れちゃったりとか、簡単に言うと電池切れみたいな状態になったりとか、そういうので動けなくなったりもするのよね。なるほどね。じゃあここにいるのは君以外みんな電池が切れて動かなくなったロボットたちってこと？そういうこと。ほうほう。この白いケムクジャラはなんだか他のと雰囲気が違うね。そうね。これは私たちみたいにぬいぐるみのロボットだとしたら、ちょっと毛が長すぎて不気味だわ。あれ？じゃあ違うの？こいつは。これは何のロボット？毛が生えているってことは動物なんだよね。わからないわ。喋ったことないもの。あ、そうなの？そんな近くにいるのに。何なのかしらね、これ。怖っ。寝てるのか、起きてるのかもわからないなぁ。あ、ちょっと待って、ハテナハテナハテナが喋り出したぞ。あの。え？今何か言った？え？何も言ってないよ。俺だよ。ちょっと、いいかな？どれ？気のせいかしら？気のせいじゃないよ。俺、あの、ん？今のは僕も聞こえたよ。小さくて何て言っているのかまではわからなかったわ。誰の声だろう？クエスチョン！さっきの声はどこから聞こえた？絶対この白いモフモフじゃねえの、こいつ。やった、当たった。もしかして喋ってるのは。そうだよ。俺が喋ってる。あなた、喋れたの？え、喋れるよ。ずっと黙っているから、もう壊れているのかと。人前で話すのが苦手なんだ。それで、今の今までずっと黙っていたの？すごいね。仕方ないだろう。僕だって、動かなくなるまでずっと、誰とも話すことなく、静かに過ごすつもりだったんだ。だけど、俺の話をしていただろう？え？君たちが話していたのは俺のことだよね。だから話しかけるチャンスだと思ったんだ。今しかないって。は。なるほど。君はこんなところで何をしているの？何してるかって。そうなんだ。そのことなんだ。そのこと？ここで何をしているのかって話？そうだ。それについて、俺からも気になることがあって。何？なんというか。何なのよ。喋るのが下手くそだな。そんなにせかさないでくれよ。言っただろう？喋るのが苦手なんだ。なんて言っているのかわからないけど、声が小さいって言っているのよ。わかった。大きな声で話せるように頑張るよ。はじめに言っておくが、今の俺は正気だぞ。はいはい、早くして。せかすなって言ってるのに。5本。俺は、愛玩動物の形を模した飼育用ロボットとして、人間に作られたんだ。これも昔の話だが。ああ、そういえば、そういうロボットも珍しくなかったものね。要は、ペットに見立てたロボットってことだよね。まあ、猫だったり犬だったり、そういう類のやつってこと。でも、毛だけめちゃめちゃ伸びてるってことは？どういうこと？そうだ。俺みたいなロボットは本物の動物のように成長するが、成長するんだ。寿命がないから人間たちに人気があって。あ、そうなの？愛玩動物って何？なんていうかな。ペットって言ったら伝わるかな。
なんとなく、ってことは、君はペット用のロボットだったの？ああ、そうだよ。今はこんな見た目だから何のロボットかわからないよね。そうだね。なんだろう、毛が長いペルシャ猫とか？犬も毛が長いのなんだろう？わかんないや。ところでこいつずっとハテナハテナハテナだけど正体いつわかるんだ？まあそうね。でもなんとなくだけど、君が何のロボットなのかわかったよ。ええー、マジで？じゃあ答え合わせでもしてみたら？うん、ちょっと自信はないけど。クエスチョン、この白いケムクジラは何のロボット？ちょっと待って、俺考え改めるわ。あのさ、このケージっていうこのカゴ？鳥カゴみたいじゃない？ってことは元鳥か？鳥は、これか？違う。それは関係ない。あ、関係ないの？あれ？鳥かと思ったんだけど。あ、キャットフードって書いてある、これ。あ、ちょっと待って、ここなんかウルフフードとも書いてある。狼？猫？狼？どっち？猫にしとくか。これも関係ない。違うんだ、じゃあ、狼だ。ウルフだよね、これ。君は、狼のロボットだったんだね。そうだ。でも、もう、毛が伸びすぎて、わからないだろう。そうだね。うん、何かと思ったよ。そうだよな。まあ、そこは別に、特に大事な部分ではないんだ。うん、ご本。続けていいか？大事なのはここからなんだ。はい。俺は人間がいなくなった後もこの家で過ごしていたんだが。でもある日、ふと自分は人間だと。昔から人間だったんじゃないかって思い始めて。なんで？おかしな話だよな。でもその時は本当にそう思っていたんだ。そういうもんなんかな。俺のこのロボットの体には脳みそが入っていて、人間の寿命よりもっと長く生きていられるように自主的に人間としての中身をロボットに移し替えたんだって。いやでもだとしたら人間型のロボット、この主人公みたいに人間型のロボットになるべきじゃない？なんでわざわざ檻の中に入ったケムクジャ柄の狼に脳みそを移さなくちゃいけないんだ。うん。おい、そんな顔をしないでくれ。おかしなことを言っている自覚はあるんだ。それに、まだ続きがあって。まだあるの？もう飽きてんのかよ。ああ、自分は人間だと勘違いを始めたあたりで、どうしても暗くて狭い場所に引きこもりたくなったんだ。はあ。今まで俺はこんな話すこと自体も苦手なわけじゃなかったんだ。あ、そうなの？なのに急に暗くて狭い場所に引きこもりたくなって、周りと関わることさえ億劫に感じるようになってしまったんだ。はあ。それでこんなに小さな鳥かごの中に入れたの？そうだ。あ、でも、さっき言ったように、俺は成長するロボットだから、昔はここまでぎゅうぎゅうじゃなかったんだ。あ、そうなんだ。中ででかくなっちゃったんだ。今は毛が伸びてしまって、どうして突然自分を人間だと思うようになったの？それがわからないんだ。そうなの？なんて言えばいいんだろうな。別の何かの自我がそのまま乗り移ってきたような。ああ、なるほど。途中から急にそう思ったんだ。急に部屋の外に出るのが嫌になって、怖くなって。この鳥かごの外の奴らはみんな敵、とさえ思っていたんだ。自分が別の何かになったような感覚だったけど、何だったんだろうな、あれは。今はもうそう思ってないんだ。何だろう、故障かな。すげえ簡単に切り捨てた。うん。
故障なんだろうな。今は何ともないんだが、不思議な感覚だったな。今考えると恐ろしいんだが、ロボットが恐ろしいっていう感情を理解してる時点でもうよっぽど人間らしいけどな。その時は何も違和感を感じなかったんだ。ねえ、君にはさっき言ったんだけど、覚えてる？全部忘れて、ただとぼけたふりをしているだけのロボットの話。え、うん、さっき言ってたね。そう、それさ、みんな口を揃えて、こう言うの。自分たちは、もともと人間だった。え、ちょっと待って、これだって主人公ロボットもそう言ってるよ。このロボット少年も。この体の中には人間の脳みそが入ってるって。でも、それって嘘なんでしょ？中には何も入ってないんでしょ？そうよ。でも、みんなそういうの。さっきの話、信じがたい話ではあるけど、なかなか興味深い話ではあったわ。ありがとう。僕もここに来るまでに君みたいなロボットをたくさん見てきたけど、暗くて狭い場所に引きこもりたくなるっていうのは初めて聞いたよ。そうなのか。そういえば、俺の飼い主も話すのが苦手で、暗い部屋でゲームをするのが好きな人間だったな。え、じゃあ飼い主の魂だった可能性ない？その一瞬乗り移ったかもしんないやつ。そうなの？ああ、よく部屋に引きこもっていたよ。まるで君みたいだね。言われてみればそうね。ペットは飼い主に似てくるって言うけど、こんなところが似ちゃったのかしら。まあこんなぎゅうぎゅうにはなってないと思うけどね、人間も。まさか、たまたまだろう。こんな話ですまないな。これで俺が話したいことは終わりだ。久しぶりに話して喉が痛くなってきた。そんなに長時間話してた？まあまあ。そういえば、あなたの目的はお母さんを探すことだったね。こんなところで引き止めて悪かったわ。いいよ。さっきの話も今はあんまりわからなかったけど、これから先に進んでいけば何かわかるかもしれないし。そうね。私もさっきの話はよくわからなかったけど、なんだか引っかかるのよね。僕もだよ。何はともあれいい話が聞けてよかったよ。じゃあ僕はそろそろ行こうかな。あ、君は、これより先に進むのか？え？うん。は？はい。気をつけてくれよ。さっき盗み聞きしてしまったが、君は人間なんだろう？ロボットはいろんな形のがいるからな。あ、危なくなったらすぐに逃げるんだぞ。うん、ありがとう。え、そんな悪いロボットいるかな？今までそんな奴いなかったよな。いるか？ピエロとかちょっとやべえやつだったな、そういえば。ねえ、やっぱり私のこと、おろしてくれない？なんで？うん、わかった。ハサミを使うから動かないでね。ありがとう。やっぱり、ずっとぶら下がっているのはつまらないわ。そっか。じゃあ僕はもう行くよ。うん、気をつけてね。一瞬ついてきてくれんのかと思っちゃった。ありがとう、じゃあね。ステージ18、ケージ。主人公が出ていくと部屋の中はまた静かになってしまった。狼とクマはどこか居心地が悪そうだけど、話せばきっと仲良くなれるはずだ。動画を視聴して真相を見ますか？よし、これはじゃあ見ましょう。言ってしまったね。お、会話が始まったぞ。そうね。彼の旅がうまくいくことを願っているよ。
あのね、そういうのは本人のいないところで言ってもしょうがないでしょ。まあまあいいじゃない。それもそうだね。うん。ちょっと言い方にトゲがあったのは謝るわ。え？ああ。どのみちこれからは二人きりなんだもの。仲良くやりましょう。お、このクマ、できたやつ。とはいえ、二人になると、途端に何を話せばいいかわからなくなるわね。とりあえずそのモフモフ出してやれば、カゴから。そうだよね。ねえ、もうそこから降りてきたら？ずっと上を見上げているのは疲れるのよ。わかった。おう、出れんの？っていうか出てもモフモフのまんまだ。せめて顔わかるのかと思ったらわからねえ。なんだか、すごく久しぶりに地面に足をつけたような気がする。気がするじゃんって実際そうだろ。運動不足じゃない？それにしても、近くで見るとすごい毛の量、重たくないの？あんまり気にしたことがなかったよ。ええ、後ろなんてボサボサで毛が絡まっているわ。そうなんだ。そうだ、確かこの辺りに。何をするの？毛を切ってあげるのよ。ええ、いいよ。これで大丈夫だよ。私が嫌なのよ。不潔よ、不潔。さっき使ったハサミがあるわ。動かないでちょうだいね。ハサミは扱えるの？もちろん、使ったことはないけどね。まあ、任せてちょうだい。悪いようにはしないから。あら？何か、切っても切っても。あなた、一体どうなっているの？本体が見えてこないのか。どこまでが伸びた毛なのか、わからないわ。そんなこと言われても、自分じゃわからないよ。だって、どこまで切っても、体が見えてこないんだもの。どんどん小さくなってるわ。大丈夫かしら？もう適当なところでやめとけよ。ああ、でも狼の形になった。おー、かとうまい。どうかな？せめて何か言ってくれ。半分ぐらいの大きさにはなってしまったけど、あなた本当に狼だったのね。だからそうだと言っていただろう。それにしても、ものすごく体が軽いよ。今すぐにでも走り出したい気分だ。まあ、動けるんだったら動けるうちに走ってくれば。あら、急に狼らしいことを言い出すじゃない？ロボットとはいえ、狼を飼うって大変そうだわ。食事とか運動とか、そういうのも飼い主の仕事なんでしょ？運動？そうだな。確かに昔は庭を駆け回っていたような。それに家の近くにお気に入りの散歩コースがあったんだ。ええ、散歩なんて言っていたの？いいわね。ああ、でも飼い主が引きこもるようになってからは、必然的にそういうのもなくなってしまったけど。そうなんだ。飼い主に一体何が起きたんだ？かわいそうに。あら、じゃあ今から外に行きましょうよ。え？どうせここにいてもすることなんかないじゃない。そのお気に入りの散歩コースは覚えてる？それとも散歩は嫌かしら？そんな、全然ちっとも嫌じゃないよ。むしろ、ものすごく、嬉しいよ。そう、ならよかったわ。あ、でも私とあなたじゃ歩幅が違いすぎるわ。上に乗れば？もしくは加えていってもらえば？それは大丈夫だよ。ほら。まあ、
背中に乗せてくれるの？もちろんだ。嫌じゃなければ。どうしてそこで弱気になるのよ。嫌なら散歩なんて誘わないわよ。はい。そっか。よかった。ふふ。あなたも案外乗り気なんじゃないの？もちろんだよ。じゃ、早速出発ね。ああ。終わった。なかなか普通にいい話だったな。特に深みはなかったけどね。よし、じゃあこのままステージ19で見ていこう。なんだこれ。森にある公園みたいな感じかな。シーソーとブランコがあるけど。行ってみよう。ステージ19、オクトパス。え？タコ？じゃあタコ公園か？あ、タコ公園だ。俺ん家の近くにもタコ公園あるんだけど。マジか。タコ。いや、そこの人、ちょっと待ってくれよ。僕？うん、君だよ、君。突然悪いんだけど、ここはどこだかわかる？タコ公園じゃないの？え？ここがどこかだって？そう、あてもなく飛び出してきたんだけど、歩いているうちにすっかり道に迷っちゃったんだ。いや、外はこんなにも広いんだね。ここって歩けんのか。まあ、歩けなくはないか。水槽の中も十分広いと思っていたけれど、外の広さはその比じゃないね。はい。人間はこんなに広い世界を歩いて疲れないのかな。水槽？急に何の話？この少年ロボットは全然理解が追いついていない。君はどこから来たの？自分は水族館から逃げ出してきたタコだ。はい。水族館から？もしかしてずっとそうやって歩いてきたの？そうなんだよ。それも結構な長旅だったんだ。そうなんだ。それでどこを目指しているの？別に目的地に向かって歩いているわけじゃないよ。ちょっと長くなるんだけど、話してもいいだろうか。どうぞどうぞ。どうぞ。やっぱり待ってくれ。話す前に少し助けてくれ。なんだ？どうしたの？どうしたことか、体がほとんど動かないんだ。干からびてんじゃないの？え？水族館を出た頃はピンピンしていたんだ。でも、ここまで来る間に、どんどん体が重くなってしまって、ついには足一本も動かせないんだ。八本もあるのに一本もだ。そして、ここがどこかもわからないし、加えて喋るのも結構しんどかったりする。あ、そうなんだ。君、大丈夫？とにかく、ここで干からびて死んでしまいそうなんだ。俺はまだ死にたくないからな。助けてくれないだろうか。クエスチョン、干からびて死にそうなタコを助けてあげよう。ここに水道があるよ。ここに行けんじゃん。運んでやれいいんだ。大丈夫？いやいや、なんだそれは。水だよ。お、やったぜ！久しぶりの水だ！お、浴びたのかな？はぁ、生き返る心地よさ。でも、真水だぜ、大丈夫？まあ、この際贅沢は言ってらんないか。それはよかったよ。いくらロボットでも、海の生き物だから水が必要だったみたいだね。冗談のはずだったんだが、まさか本当に干からびる寸前だったとは。タコってそんなに長時間外を歩けるものなの？いや、無理だろ。さあ、少なくとも水族館には陸を歩き回ってるやつはいなかったな。じゃあ水族館初だね。へえ。へえ。何はともあれ、君みたいなロボットに、ん？いや、君は人間か？うん、僕は人間だ。え、やっぱ人間なの？ロボットでもないってこと？でもさ、鏡に映った時さ、顔がなかったじゃん、顔っていうか頭そのものが。ってことは頭はロボットなのか？ちょ、マジでこのさ、主人公よくわかんないんだよな、数字が。そうか、
ここで出会ったのが君みたいな親切な人間でよかった。大げさだよ。そういえば、君はなんでこんなところにいるんだ？もしかして、君も迷子か？え、いや、僕は迷子じゃないよ。お母さんを探しているんだ。なるほど。迷子は君じゃなくて、お母さんの方だったんだな。まあ、そういうことだね。少なくとも、水族館からここまでの道までに、誰かに会うことはなかったから。俺は何も力になれそうにないな。気にしないで。ありがとう。あ、そういえば、話の途中だったな。何の話だっけ？俺がどうして水族館を飛び出して、あてもない旅を続けているか。あ、そんな話だったっけ？という話だったよな。うん、まあ別にそこまで興味ないけど。うん。なんかさ、水族館のロボットの間で、人間の真似みたいのが流行っているらしいんだ。あー、さっきの話か。みんな元人間だったって思い込んじゃう病だね。人間の真似？そう。誰が一番人間の振りがうまいかを競っているんだと思う。あ、そういうこと？じゃあ違うのか。趣味が悪いね。やっぱりそう思う？ちょっと怖いよな。急に人間みたいなこと言い出すんだぜ。お前はカニだっただろと言っても。いや、自分は人間だって言い張るからさ。あれ、じゃあやっぱりそうじゃん。遊びっていうよりそういうことじゃない？思い込んじゃう病でしょ？みんなやってるし、自分もその遊びに参加しようとしたんだけど。人間とか、あんまり気にしたこともなかったからさ。どんな感じか全然わかんないんだよな。今までいろんな人間が水族館に来てたんだけど、ここのところはめっきり見なくなったんだ。だから、外に遊びに行って人間に会いに行こうと思ってな。ああ、まあ、その人間の真似をする遊びに参加するにしても、人間ってどんなんだったかなって確認するためにってことか。それでこんなところまで。そうだ。俺が本物の人間を勉強して水族館に帰ったら、きっとみんな驚くぞ。なんたって水族館から外に脱走した魚なんて、今まで一匹もいないはずだ。まあ、いたとしても死んでるだろうな。そうだね。でもこの辺りには人間はもういないよ。え、どうしてな？人間が住んでいるのはまだまだ先なのか？ううん。人間はみんな寿命でいなくなったんだって。え、寿命？寿命ってなんだ？人間が動いていられる時間のことだよ。クジラから聞いたんだ。とにかく、もう人間はいないんだ。お前は何なんだって話だけどね。そうなのか。それじゃあ俺の目的が。と思ったけど、まあいいか。お前に会えたしな。いいの？ああ、それに、ただ外を歩いているだけで楽しいからな。人間がいなくなったって聞いて悲しくないの？別に。もともと人間に興味なかったっつってたしな。そうなんだ。水族館に帰る気はある？もちろん。でもまだいいかな。しばらくは外で遊んでいようと思っているよ。お、水だけは気をつけろよ。水分。そうなんだ。そういえばさっきも聞いたが、ここはどこなんだ？公園だろ？その辺の道とは少し雰囲気が違って見えるような。クエスチョン、ここはどこだろう？目印になりそうなものを探してみよう。いや、だから後ろのこのタコ公園だよ。これは手がかりにならなそうだ。なんでだよ、タコ公園じゃねえか。じゃあシーソー？シーソーどう？お、池田？ここは公園だよ。公園？へえ、なんか楽しそうなところだな。うん、楽しいところだよ。公園が何なのか知ってるってことはやっぱり本当に人間なのか、こいつ。この辺りに住んでいた人間たちの遊び場だったんだ。へえ、お前物知りなんだな。
よくわかんないけど、遊ぶ場所だっていうのはわかった。それがわかれば十分だよ。俺も遊べるかな？どう思う？そうっすね。遊べるんじゃない？その滑り台はどう？遊べるんじゃない？遊んでみたいの？ああ、遊んでみたい。水槽にはこんなに面白そうなものは置いてなかったからな。クエスチョン、タコでも遊べそうなものを探してあげよう。ええー、別にどれでもいいんじゃない？このなんか回転するやつでもいいじゃん。む、あれはなんだ？見たことない形だ。あれはジャングルジムだよ。あ、これジャングルジムなの？これ。俺が知ってるジャングルジムはなんかもっと四角いやつだけど。まあ、いっか。登ったり、ぶら下がったりして遊ぶんだ。へえ、俺そういうの得意だぞ。お、じゃあ遊べるじゃん。でもせっかくなら、水槽でできなかった遊びがいいな。水槽でできなかった遊び？じゃあ砂場は違うな。じゃあブランコは？ブランコ。ん？あっちはなんだ？あれはブランコだよ。そこに座って地面を蹴って遊ぶんだ。蹴る？俺のこの足じゃ難しいだろうな。そんなにあるのに？そうかも。残念だ。楽しそうだったのに。別に上に乗って、この主人公ロボットが後ろから押してあげればいいじゃん。ダメなの？じゃあ、シーソーどうよ。お、いけた。あっちにも遊具があるのが見える？あの長い板みたいなやつか？うん、シーソーって言うんだけど、あれなら君も遊べるかも。いや、一人じゃ遊べないだろう。二人いないと。っていうか、シーソーも足で地面蹴んなくちゃ無理じゃん。おお。このシーソーとやらは一体どうやって遊ぶんだ？これも足がないと遊べないんじゃないか？それはそうだけど、僕がいるからそんなに心配しなくていいよ。じゃあブランコもお前がどうにかしてやれよ。遊び方もやってみたらすぐにわかると思う。君があの板の片側に乗って、僕が反対側に乗るんだ。もしかして、俺と遊んでくれるのか？うん。シーソーは二人いないと遊べないんだ。そうなのか。うん。この公園の遊具は君一人で遊ぶには難しいものが多いかも。そうかな。滑り台一人で遊べるでしょ。そんな。僕が今来た道をまっすぐ進んだら、ここよりももっと大きな公園と、人間が住んでいた家と、君みたいによく喋るロボットがたくさんいるんだ。ああ、今まで来た道のりのこと？おお。遊ぶ場所もあるし、賑やかだし、きっと楽しいと思うよ。行き先が決まっていないんだったら、そこを目指すのはどうかな？教えてくれてありがとう。君は本当に親切だ。そんなことないよ。だって途中で引きからびて死んじゃうかもしれないからね。謙遜するなよ。初めて会ったけど、俺にはわかるぞ。そもそも初めて会ったばかりの俺に付き合って遊んでくれるんだ。僕も公園は久しぶりに来たんだ。懐かしくて僕も遊びたいから付き合うだけだよ。おお、かっこいいぜ。水族館にもこんな親切な魚はいなかったぜ。そうっすか。って、懐かしいってことは、君は公園で遊んだことがあるのかい？え？本当だ。確かに。なんで懐かしいんだろう。まあ、遊んだことがあるんじゃない？誰かと来たことがあるってこと？誰かと？確かに、一人じゃなかったような気がする。だって、誰かとシーソーに乗ったんだ。一人じゃ乗れないはずなのに。まあそうだね。その母ちゃんか友達かってことになるよね。でも誰だったか思い出せない。ん？どうかした？いや、なんでもないよ。行こうか。シーソーで遊ぶんでしょ？おお、もちろんだ。ステージ19、オクトパス。初めてのシーソーにタコはとても満足したようだ。あ、もう乗ったんだね。
タコは大きな公園を目指す道中でどんなロボットに出会うのだろうか。え、タコ物語始まる広告を視聴して真相を見ますか。見ましょう。あれ、まだいるじゃん。タコ。あの少年も行ってしまったし、俺も先に進もう。もちろん、こまめな水分補給は忘れないようにしないとな。はい。うわー、戻ってきた占い猫たちだ。招き猫。おい、それはわしのまた旅じゃ。怪しい猫。あいた、殴りましたね。あ、お前、ずるいぞ。まだまた旅の奪い合いしてんのか。ふん、悔しかったら、その短い手足を精一杯伸ばしてみることですね。何を？あ、タコ来た。しかもバケツ持って。おお、あの少年の言っていた通り、よく喋るロボットがたくさんだ。でも、なんだか喧嘩しているみたいだな。話しかけるのは後にしよう。巻き込まれたくないしな。ああ、病院の入院してる犬だ。タコ。不思議な建物だと入ってみたのはいいが。お、なんだこれ？ロボットか？それともただのぬいぐるみか？ん？誰？おお、こんなところにもロボットがいたんだな。僕はロボットじゃ。ああ、すまないが、声が聞こえにくいな。降りてきてもらえないだろうか。僕は体が動かないんだ。そうだったのか。故障か？じゃあ仕方ないな。君は犬のぬいぐるみか。ここは何の部屋なんだ？病室。僕は入院しているんだ。入院？よくわからない。君はどこから来たの？僕と一緒に遊んでよ。ああ、もちろんだ。何をして遊ぼうか。楽しい話。つまんないのは嫌だからね。こいつまだ陰鬱なんだね。楽しい話。難しいな。俺も最近までずっと水族館にいたんだ。話をするのもいいけど、公園で遊ぶのも楽しいぞ。外で遊ぶのは嫌か？外？だから僕は体が動かないんだ。体が動かなくってもきっと外は楽しいぞ。なんてたって俺が目指している公園は大きいからな。きっと君も楽しめるような遊具があるだろう。明るいね。うん。公園。行ってみたいけど、僕は動けないんだもん。歩いたりもできないんだ。なんだ、てっきりここから動きたくないのかと思ったが、そんなこと全然問題ないぞ。俺が君を連れて行こう。おお、めっちゃ前向き。このタコめっちゃ前向き。え？どうやって？俺には足が8本もあるからな。君一人を連れて歩き回ることなんて造作もないさ。そうだ、このバケツの中は嫌か？快適な旅を約束するぞ。嫌じゃない。本当に連れて行ってくれるの？おお、犬にも希望が。ああ、もちろんだ。シーソーは二人じゃないと遊べないからな。俺も友達が欲しいと思っていたんだ。本当に？嬉しいな。外に出るのは初めてだよ。ああ、外はいいところだ。すげえ前向き。干からびそうだったくせに。ここで誰かから話を聞くよりも自分の目で見た方がきっと面白いぞ。うん。あ、でも。ん？どうしたんだ？ああ、もしかしてこのロボットたちも君の友達か？友達？僕はこいつらのことが嫌いなんだ。でも、みんなを置いて僕だけ外に行っちゃうのは。ん？よくわからないが、確かに置いて行ってしまうのはかわいそうだな。こ
この子たちも連れて行こう。マジか。まあ、8本もあるからね。前進するには2、3本空いてりゃ大丈夫でしょ。ってことは3体を引きずって、犬をバケツに入れて、まあ、それでも足4本ぐらい余るわ。オッケー。え？いいの？ああ、まだ足は4本も残っているからな。おお、俺の計算合ってた。まだ君たちの倍はあるぞ。ありがとう。みんなと一緒に外に出れるなんて夢みたいだよ。ああ、じゃあ早速出発しよう。とりあえず水辺を探そうかな。干からびそうなのか。こいつ途中で干からびて終わっちゃいそうだな。終わった。ちょっと面白い話だったな。オッケー、じゃあ今回はここまでにしとこっかな。次回はステージ27、これテントかな？何何？砂吹きみたいなやつでも出てくるんだろうか。というわけで続きが気になる人は高評価ボタンをポチッと押して、ぜひとも応援してってください。次回に続く。それじゃあまたね、バイバイ。今回結構面白かったな。